こんにちは、プロトリュフチャンネルです。かわいい花ですね。これムクゲという夏に咲く植物です。花木の仲間です。基本は一重の花が多いのですが、このように八重咲きのタイプのムクゲもあります。これ綺麗な花なんですけど、実は一日花ですから、これは昨日咲いて終わった後ということです。これそのままつけといてもしょうがないので、早めに取ってください。そうすると次の花がまた明日明後日と次々と咲いてきます。お日様が大好きな植物ですから、よく日の当たるところで管理をしてください。水は乾いたら、極端に乾いてしまうと葉っぱぐちゃっとなってしまうので、極端な乾燥は嫌います。肥料は春と秋に緩効性の置き越え置くような肥料をやってください。冬は葉っぱ落っこってしまいますが、また春新芽が出てどんどんと伸びた枝の先端部に花を咲かせてくれます。とても丈夫な夏を代表する花木の一つですので、ぜひいろいろな花色のムクゲあるので育ててみてください。